顔を当てるような顔じゃ、スポットライト当てるような顔じゃないんで、大嫌いなんです。写真撮られたりなんだりして、学生時代はヘルメットかぶって覆面してですね、角材持ってたような経歴で、そうですね、最初の学生1年の時に佐世保に行ってエンタープライズに石投げてた原子力潜水艦、そんなことでですね、医学の勉強よりもこういった問題でそういうことばっかりやってた人間で、で実は医者になってからはですね、僕ちょっと医者としては全然経歴がおかしいんです。卒業して 大学が大嫌いでですね、大嫌いですぐ今国立札幌病院、昔の陸軍病院が国立病院になって、国立病院のお医者さんずっとやったんです。入学してそこに勤めてそこで終わっちゃったんです。だから大学に全く一日も席を置いたことないし、全く関係ない、一匹狼で一人でただ仕事して、そこではもう放射線を使ってどうやってがんをきれいに治そうかっていう、放射線の光の世界、表の世界をずっとやってまいりました。もうそれだけなんです。ですから一生涯で一つの病院に勤めてそこで終わる医者なんて誰もいないですよ、今の日本では。どっかの医局に入ったり転々としたり開業したりで、国立病院でずっと勤めてるから収入は一番低いわけです。一番安い給料でずっと同期の中でね。でそういう生活の中でですね、まあ国民のための医療みたいなことをやってまいりました。で実際に日本はですね、機械は世界一あります。放射線の機械は世界一ダントツにあります。しかし放射線治療が癌治療で上手に使われてるっていうのは最低です、先進国の中で。それであまりにもひどいんでですね、ちゃんとこれから高齢社会で80人になって強い抗がん剤使えません、大きな手術できません、上手に放射線を使って治してくださいということでですね、市民のためのがん治療の会っていうのを十何年前からサポートしております。今日帰ったらですね、今日難しい話はしません。キーワードは市民のためのがん治療の会のを取り週一遍見てください。新しい情報を毎週のように出してます、がん治療に関して、医療に関して。で基本的にはですね、そういう点では最初の20年は切りすぎる外科医との戦い、もう切らなくても放射線で治るのを切っちゃう。後半の20年は効かない抗がん剤に固執する内科治療との戦い、さっさと放射線かけた方が治るのに患者さんを効かない抗がん剤で苦しめる。で近藤誠のようなイカれた人も出てきて、治んないからね、抗がん剤の限界をちゃんと説明してない、でね、医療不信に陥って癌見つけてもほっといた方がいいっていうようなバカなことを言う医者も出てくる、それに共感する患者さんもいるということですね。でそういうものの中で 3.11 が起こってからはですね、私は今度は影の世界を少し勉強するようにしました、真剣に。その前まではですね、技師さんや看護師さんに教えてました。それは基本的に ICRP の話をしてた、だって教科書全部それで書かれてるから、国家試験もその問題が出たらそれで答えなきゃいけないけど一応教えてました。でところが 3.11 以降は本気になってちょっと影の世界を調べてみると、これはもうとんでもない嘘だらけです。科学ではありません、あれは。これは物語です。いいですか、今日はね、簡単なんです。 ICRP の催眠術から皆さん冷めてください。それでそう思って書いてください。それからそれでですね、これ実際これがん治療関係の本を、まあ、何冊か書いております。でですけども、これは2012年の1月に大井原発を動かすんで頭に来て10日ほどで書いた本です。でこの内力学が実に隠されてるっていう深刻な問題、たった1000円です。でまた次の本書いてくれ、書いてくれって頼まれてたんですけど、ずっと断ってたらですね、バカバカしくてやってられないんで、そしたらこの本を出した社長が札幌まで来て2日間缶詰になって吹き込まれたんですね。それでこの誠に対する医学的な反論とを要するに書いたんです、がん医療の問題。そしたらですね、これだけではつまらんですから、抗がんはですね TPP による健康障害、これはもうとんでもないこれから問題になります。多分原発以上に大きな問題になるかもしれない、放射線以上に問題になるかもしれない。では後ほど最後1枚だけスライドを出します。でさらにですね、この本を、この放射線治療の本音を NHK 出版から出したんですけども、出してくれたんです。この編集長がリタイアしてまた本を頼まれてたんですけど、それもほっといた。そしたらとにかく小出さんとなら対談してくれるかっていうから、いやそれだったら半日潰せばいいだけだから
いいですよって、これが去年10月に出したものです。これは去年の8月です。でこれはまあ新興新調ですから800円こっちは1400円、これは1000円ですね。1000円、まあ一番おすすめは、いや僕緑の本でございました。これはトータルにこれはもうこれ全印税なんて全部ないです。全部寄付です。一銭儲かるわけじゃない。書いても印税の分は全部現物でもらって、知ってる人みんなあげちゃうもんだから、僕は書いて郵送したり郵送代持ち出しぐらいで全然儲かんない。まあそういうことやってると、まあ全然時間が足りなくなる。55分までで終わらなくちゃいけないんで、あと50分で、今日は基本的なことを言ったらキリがないんで、非常に簡単に単純に言います。放射性物質、放射線っていうのがここありますね。で、人工的に放射線出すこともあるし、放射性物質があってそこから放射線も出る。これを例えば放射性物質の場合だったらベクレルっていう単位ですね。1秒間に 何個放射線を出すかっていう話ですね。これが物理量ですね。これ物理量ですから、基本的にはですね、これは信用していい。これは信用していいんですよ、物理量ですから。だからベクレル、何ベクレル出てますっていうことは、これはもう厳然たる事実です。ところがですね、その次にやることはね、定義量、グレイ、吸収線量という概念を持ち込みました。この放射線で人間にどのくらいエネルギーが与えられるのか。そのエネルギー量をもって何グレーっていうふうに言います。これは一種のグレーっていうのは定義量なんですね。勝手に決めた架空の定義量です。まあ、いいですよ、とにかく、まあ、とにかく議論できないから、とにかく人体にどのくらいエネルギーが付与されたかっていうのを考える場合とは、これ自体がですね、まず定義量自体がほとんど意味をなさない。生態の人体影響を考える場合、なぜか、これ見てください。7シーベルト全身に浴びたら、これ原爆の時のデータです。アメリカの公式見解は全身の致死量です。致死量です。7シーベルト、X 線やガンマ線の場合は7グレーです。全身しか7、そうしますとカロリーに計算しますとね、60キロの人だったら70×60kg ですから420両、カロリーに計算すれば100カロリーです。100カロリーで全員死ぬことになるんです。コンビニのおにぎり1個食べたって150カロリーあります。あれ1個食べたら全員死ぬことになるんですよ、物理学の放射線量で言えば。ということは、今の核物理学で言ってるエネルギーを元にした線量っていうのは、全然生物学で起こっている現象を説明できるインターフェースになってない。まずこういう根本的なことをまず捉えておく必要がある。それから次にですね、今度は問題はシーベルトっていう最終的に人体影響、そのエネルギーの与えられたエネルギーをどう人体に影響するのかっていうので、シーベルトっていう単位を持ちます。で、組織だけ、甲状腺だけの線量だったら透過線量、同じシーベルトで使うんですけどね。人体全体であれば実効線量っていう言葉で言ってます。ところがですね、ここにこの換算をするときにですね、何の根拠もないんです。何の科学的な実証性のない係数をかけてこねくり回して実効線量に換算しています。これはもう科学的な根拠は全くありませんということなんです。それでおまけにですね、アルファ線、ベータ線が出てても、ガンマ線だけしか今測っていません、まともに。肝心なのはアルファ線、ベータ線です。これは粒ですから飛べない。小さな粒子なんです。だから飛べないから、外から測っても測れない。出てこない。ですから実際にアルファ線であれば40ミクロンしか飛びません。40ミクロンしか飛びません。ベータ線でもですね、人体の中では1センチは飛びません。数ミリしか飛ばない。そういう放射線だから、実際にはバイオアッセイのようなことをしなきゃできない。これを全く日本はしてない。国は、行政は。こんなデタラメないです。だけど実際にはこのガンマ線よりも
アルファ線、ベータ線の方がずっと深刻、まあ、特にベータ、今で日本の場合はベータ線が深刻になります。で、これを測らないっていうのはアホみたいな話だ。科学的にはもう科学的なあの姿勢とは全く言えない。で、もう一つはですね、 ICRP の体系の一番のインチキはですね、一つは放射性の元素を気体として測ってるんです。気体の中の放射線を測ってる。で、これは放射線を測るチャンバーです。このここの中の部分に 0.6 水シーベルトたった、この空気中の放射線量を測って、それをもとにして計算したりして、まあ、いろいろなことを組み立ててるんです今。で、実際にはだけどですね、超微粒子としてのですね、固体としての存在というのは全く想定してないです、放射線に関して。ここが一番の問題、まず一つの問題です。で、微粒子になってくるとですね、全く動態が違います。で、そういうもののこういった気体としての放射線量を測って、こういうものを組み立ててね、あの放射線の放射能だとか吸収線量だとか実光線量だとかっていうことを組み立てて、こういうことがあります。で、そういう点では例えばこの実光線量に直すのに、透過線量に直すのに放射線荷重係数をかけます。で、ベータ線を出すものは1になってますけど、実際にはトリチウムなんていうのはですね、ベータ線の放射線荷重係数は 1.5 から2です。これはもう明らかにたくさんの実験で証明されている、決して1ではありません。まずそこがインチキ。それから特に荷重係数なんて全く根拠がない。こういうものを掛け合わせてですね、やって、そして最後に実光線量だけをですね、議論して、線量だけで議論して、70年前の原爆が起きた時のデータを元にしてしか理論が構築されてない。70年間の最近の放射線生物学や放射線遺伝学の進歩みたいなのはほとんど取り入れられてない、 ICRP の理論には。そういう問題があります。で、だけど実際に人体の影響はですね、全く線量だけではございません。今日はもうあの細かしいことをお話しできなくて、皆さんこれから考えるですね、目次みたいなものをお話しするようなことに終わると思います。で、実際にですね、シーベルトっていう単位一つとってもたくさんのですね、あの意味を含んで、で、そういう点では非常に、しかもですね、基本的にはですね、健康被害と線量との相関を分析できないようにすることが目的なような形で仕組まれて、シーベルトというものが使われているということにまず気づいていただきたい。それで実際に線量だけではありません。人体影響というのは例えばどのくらいのところに範囲に当たったか、面積や体積が関係します。それから線量率も関係します。じわっと焼くか焼かないかですね。それから、まあ、一番大きなのは分布です。放射線というのはですね、当たった細胞にしか影響がないんです。当たってない細胞には影響ないんです。脳腫瘍で脳に放射線かけてて、皮膚に炎症起こりますか？足の皮膚に。そんなことないでしょう。当たった場所にしか影響がないんです、放射線って。まずそういう点では、このどこに当たってるかっていう線量分布っていうのは全く考慮されないで、線量だけで議論してる。こんなバカな話はない。それとですね、例えばエネルギーの問題があります。エネルギーの問題も非常に、大体人間の体の中で水素と酸素がくっついて水ができている。その水分子のエネルギーはプラスマイナスはですね、5.7 エレクトロボルトの非常に小さな少ない放射線の差で、電離のプラスマイナスで結びついている。セシウムの場合は662キロエレクトロボルトですから、約10万倍のエネルギーなんです。体の中では5円、6円、7円の取引やってるのに、急に66万円の取引が入ってくるわけですから、体だってびっくりしますよね。影響ないわけないでしょう、エネルギーは。それから、アルファ線やベータ線は、ほとんど飛ばないで体のその周辺の細胞に当たって、全部そこでエネルギーを吸収、放出しますから、逆に、全部のエネルギーが体の中に付与されますから、影響は大きいんです、内部被曝の場合。こういうエネルギーの問題が全く議論されない。それから密に放射線が当たるかまばらに当たるかによって体の影響が違う。これは線エネルギー腫瘍っていうちょっと難しい放射線生物学の基本的な概念です。
普通のエクセはまばらだからあんまり治りにくいけども、例えば重粒子線の場合なんかの場合密だから治りがいいとかね、そういう話になっちゃう。同じ線量でもね。でそれから例えば細胞周期によって違います。1個が2個になるために細胞周期があります。だけど細胞周期のどの時期にあるかによって放射線感受性は全く違います。だけど内部被曝の場合は常に出てるわけだから必ず放射線感受性の高い周期の細胞にも当たります。こういった生物学的なもういろはも考慮されてないのが今の ICRP の線量体系です。それからもう一つ、先ほど気体でしか考えてないって言ったけど微粒子として存在するということが分かりました。そうなると微粒子のサイズによってですね、全く人体の中では動態が違ってまいります。動きが違ってくる。大きいものであれば異物だから排出します。例えばそれが鼻にくっつくわけですね。呼吸で吸い込んで異物であれば花粉でも、でもそうです、花粉も一緒になって花粉症になってもその花粉が肺の中までは入りません。10ミクロぐらいありますから、結局外に出てこう 鼻にこびりついてっていうことになります。ところがナノレベルの微粒子の場合どうなるか。これ吸い込んだりそういうものを摂取したら細胞の中や血管の細胞膜を通して体の中に入っちゃうんです。ということはですね、放射性微粒子がナノのレベルの、ナノっていうのは1ミリの1000分の1がミクロンですね、1ミクロンですね。その1ミクロンの1000分の1です。そのナノレベルの微粒子、放射性微粒子になった場合には、今度は細胞膜も通すし、血管も通す。だから血管の中に入って体中に回るから、全身のいろんな臓器に行き渡って、ないしはお母さんであれば、妊娠してれば胎盤を通して子供にも入っていくということなんです。ですからナノのレベルの研究というのは大変最近進みました。もともとは ジーゼルエンジン の排気ガスの問題で人体影響を研究されまして、で最近は PM2.5 の問題でナノレベルの問題が研究されて、でさらに例えば医療の世界は抗がん剤のナノのレベルの抗がん剤を使って、まあ、つい最近ですね、反対がそういうナノレベルの抗がん剤開発でがん細胞にだけ入り込むようなサイズの抗がん剤を開発すると、ね、皆さん若い女性なんかもあれです、ナノレベルの小さい粒子のですね化粧品を開発して、細胞と細胞の間は40、一つの細胞と細胞の間に皮膚の細胞ですよ、40ナノの隙間がある。そしたら20、30ナノの小さな微粒子の化粧品を開発すると細胞と細胞の間にまで入っていくということで、よく聞きますよって言ってこちらに瓶に入れて1万円の間で売ってるわけですね。でそういうようなものを、まあ、皆さんこう塗ったくってるわけですけども、実はこれは、まあ、実は健康被害に関しては全く分かってない。 ですけどこういうことを考えたら、微粒子としての放射線の物質があっていいですか、これが血管にも入っていくと、で全身にもあるということをですね、それでしかもですね、こういう内部被曝の各種によっては臓器特異性があります、親和性があります。要素であれば甲状腺にだけ飛び込みます。ストロンチウムであればカルシウムと全く2価の同族体ですから骨にだけ飛び込みます。大人はほとんどもう8時間で 95% おしっこに出ちゃう。骨は別に正常な骨はほとんど成長してませんから。ただし子供の場合は成長した膀胱活性の激しい骨端線なんかに取り込みますから、そこで取り込んでずっと出てこないことに、カルシウムと一緒ですから、ね、半減期29年にしたところ実際にはね、皆さんカルシウム入ったら年取って老化して骨粗しょう症になってカルシウム脱敗するって言ったら50年ぐらいかかるわけですよ。セシウムの場合はほとんど出てこないと考えなきゃいけない。それでそこでずっと放射線を出し続けるわけですから、骨髄もやられるし白血病の原因もできるし、いろんな問題が起こってくるということになります。子どもの場合いいですか。それでセシウムの場合も、セシウムの場合はカリウムと一緒です。そういうものと同じように体の中に回って歩くわけです。だからアメリカの湿気はカリウムの点滴常駐ですよ。日本はギロチンやってますけどね、カリウムをバッと点滴したら心臓止まっちゃうわけです。だからカリウムの問題が、セシウムが体内に入った場合に
カリムチャンネルをやられて、心臓が急に止まって、お年寄りの心筋梗塞とか狭心症とかっていう血管障害じゃなくて、心電動系の障害が起こる、不整脈が起こる、致命的な。それがカリウムチャンネルをセシウムがやっつけて起こることです。まあ、いずれにしても臓器にサイズによって随分違うということと、こういった臓器親和性を持った核種がそこに蓄積してるってこと、それが健康障害を起こします。例えば糖尿病が増えたり膵臓がんが増えたりっていうのは、ストロンチウムはですね、最初イットリウムに変わるんです。それからズルコニウムに変わるんです。で、1回ずつベータ線出す。で、体の中には2ベクレル当たるんだけど、いずれにしてもイットリウムの場合は膵臓に蓄積しちゃう。だからチェルノブイリでも膵臓の病気が増えたっておかしくないって話だ、ね。で、言葉で言えばですね、こういう言葉です。今日覚えておいてください。長寿命放射性元素体内取り込み症候群。はい、この言葉を分かってれば、すべてのですね、チェルノブイリで起こっている慢性疾患の説明がつくんです。こういう概念は全く ICRP にはありません。これがまず一つの大きな問題。それからもう一つはですね、放射線の大原則、この人たち2人の逆核者がですね、細胞分裂が盛んなものほどやられやすいとか、未分化なものほどやられやすいということが、まあ、分かってます。これを原則にしたら、まあ、骨髄が細胞分裂盛んでどんどん血を作ってる、血球成分を作ってる、男性も精母細胞が精子になってどんどん精子を作ってる、腸の本当の上皮っていうのは 2,3 日でターンオーバーしてる、入れ替わってる、そのくらい細胞分裂が早い。水晶体もそうです。水晶体も目の透明性を保つためにどんどん細胞分裂する、だから放射線にやられやすい。年寄りは分裂を少なくなるから老人で白内障になる、ね。で、子供の場合は白内障になるってことはだからありません。普通は唯一チェルノブイリ水晶体に子供たちがなってる原因は2つ。一つは放射線、もう一つは外傷、怪我です。怪我で白内障になるか放射線しかないです。チェルノブイリの子供たちが白内障になっているのは放射線です。感受性が高い臓器です。まあ、いずれにしてもこういう原則から言えば、これちょっと見てください。最も実際には感受性が高いのは実は卵、受精卵であり胎児なんです。この原則から言えば。だから実は一番深刻なのはこういった流産、死産、先天障害ということにつながるわけです。だからこの一番大事なことに関しては隠したいわけです。ICRP はだから遺伝的影響は少ないなんて言ってるけど、これは一番大事だから逆に声高にですね、否定しようとするわけです。それと例えばかけてる範囲が、まあいいでしょう、これ時間ないから飛ばします。で、それと今言ったように年齢によって全然違う。これはボフナさんというのは一番信頼の受ける学者です。彼はですね、このデータを作りました。年齢によって声だけ違うんですよと。1万人に1シーベルト、10万人に1シーベルト浴びたらどうなるかっていう、子供の場合は 15% ぐらいの人が癌で死にます。で、今我々が言ってる ICRP が言ってる数字っていうのは、大体ですね、男性の45、6歳、ここら辺の年齢層のものを一般、平均的に考えて基準にして、放射線の障害がどうだ、健康障害がどうだとかっていう議論してる。こんな認識ない。年齢によってこれだけですね、差がある。これで見ると50以上はほとんど棒立ってませんから、50以上は多少被爆してもいいかもしれない、関係ないかもしれないけど、冗談にしてもね、子供と大人が全くこれだけ感受性が違うということですね。だから子供に問題が出てくるわけですね。で、60歳の男性がたくさん被爆して20年後にがんになるかもしれない。だけどそれはね、その前に死んでたらあの世で出してくれるだけの話ですから。ところが子供の場合はそうはいかない。でこういうものをですね、で実際にあってもですね、全くこういうことをファクターを無視して、年齢や性の差も無視して、ここら辺のですね、影響の少ない45、6歳の男性を基準にしていろいろ議論するっていうのは ICRP の姿勢も全くフェアじゃないし科学的じゃない。それで実際にはこういった予想がこれだけです。一番低い ICRP の予測をなんで日本は取り入れなきゃいけないの。本当に深刻な、ちゃんとしたデータに基づいて言ってるゴフマンさんのデータぐらいをですね、採用すべきです。それで、しかし日本人のデタラメさんっていうのはもう本当に
呆れるもんでして、例えば事故起こった時に福島県立医大の人たちは自分たちだけ全員用途飲んだんです。自分たちだけ飲んだんですね。これはね、韓国のね、沈んだ船長さん以上だよね、劣悪さは。彼は例えば緊急でもう命を助けるためにとっさの判断でそれ逃げたかもしれない。だから時間はあるでしょ、何時間かは飲むか飲まないかの判断。冷静に考えたら、なんで自分たちだけかき集めて飲むの、家族にまで含めて。福島県立医大の関係者は全部飲んだ。そういう人たちがですね、ニコニコ笑っていれば放射線の健康障害はないし、動物実験でも分かってる。どうやって動物を笑わせるんだよ。本当そんなデタラメなことをやってるわけだ。で、メンタルケアが必要だけど、冗談ならメンタルケアの基本って何ですか、皆さん。まずメンタルケアの基本ってのはですね、正しい情報をきちっと出すということから出発しなきゃいけない。そこでちゃんと情報を、正しい情報をもとにして、そこからメンタルケアが始まるんです。だからメンタルケアの原点みたいなものも分かってない人がメンタルケアであることで、自分たちの県庁はですね、食べるものを地産地消で盛り上げましょうって言ってるのはいいけど、学校給食に全部地産地消で福島産のものにしました。で、測ってるんだけど、週2回非常に粗いナトリウムのシンシレーションカウンターで1キロ当たり10ベクレル以上以下は測れない粗い測定器を週2回だけ測定してます。それで自分たち食べる県庁の食堂はですね、10分の1の精度ものを使って毎日測ってるんだよ。こんなことやってるのが今の福島です。で、スピーディーを隠した張本人の人が県知事に圧勝するような福島県民、県人の県の人たちの民意の仕草っていうのを僕は呆れますけども、本当に僕はどうなってんだと思います。福島や郡山にとですね、夜の繁華街で一番にぎわってるのは、日本中にぎわってるのは福島市の夜の繁華街であり、郡山市の繁華街です。東京以上です。北海道の地方中小都市に行ってごらん、もうみんなシャッター通りです。で、賠償金、保証金、原発労働者、そういう人たちがどっと入り込んで、本当に夜の繁華街は歓迎してる。これが今の福島です、やってること。で、これはもう簡単に言えば静かで不満な殺人行政です。28年経ったチェルノブイリだって今のようにまだ保養が必要な状態。それは結局体内取り込み症候群の何らかの症状があるから体調が悪い、不定愁訴のようなものを訴えるわけです。これは国がちゃんと予算組んで21日間かな、保養させてます。年間14件全部クラスごと全部連れてきますから、そこで授業すればいいわけです。日本みたく春休み使ったりなんていうことはしてない。で、実際にもう一つの大きな問題は内部被曝です。これは実はですね、放射線を正確に測れるようになったのは1928年なんです。気体都市の気体の中の放射線量をね。で、それでですね、お医者さん方が医学利用の面で放射線の健康障害を避けるために、こういう国際 X 線及びラジウム防護委員会というのを作りました。これはほとんど医者が中心になって医学利用における放射線の防護を考えたのが世界的に、できた28年。これを最終的にですね、戦後アメリカのを中心としたマンハッタン計画をやった物理学者がどっと入り込んできて、ほとんど乗っ取るような形になりました。乗っ取られたんです、この医学放射線型の集団が。で、3分の2ぐらいのメンバーは核物理学をやってる。それこそ原子力推進のためのメンバーが入ってきて ICRP が作られた。で、当初外部被曝委員会、内部被曝委員会ってあるんですけど、2年後に内部被曝委員会に関連する委員会を潰しました、 ICRP。 なぜか、こっから報告書が出てきたら原子力政策進めれないからなんです。で、これはカール・モーガンさんって言ってですね、放射線保健衛生の父って言われた立派な学者です。この人は内部被曝委員会の委員長やった。で、これこの人はこの内部被曝の委員会を潰されちゃってですね、彼はこの本で ICRP はアルファ線とベータ線による内部被曝を排除し、その理由はもうとにかく
産業界からと軍の軽視節減ということですね。で、日本 ICRP は原子力産業界の支配から自由ではない、原発事業を保持することを重要な目的として本来の崇高な立場を失いつつあるということです。これを内部被曝を隠す理由、出発点はこの1952年の時点でもう国際的に作り上げているわけです。いいですか。それで当然日本も放映権も内部被曝は全く中止しました。で、しかし人志がやってるのは外部被曝の線量を中心として ICRP と IAEA と WHO こういったものがつるんでですね、勧告値を出して、で ICRP の勧告値どん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 下がってまいりました。チェルノブイリ事故前はですね、1ミリ、一般公衆は1ミリ、まあ、だけど例外は認めますよっていうことですね。ところが、チェルノブイリ事故起こって90年勧告、今の実際に動いている勧告は90年勧告をもとにしてるんですけども、1ミリ、一般公衆は1ミリ、例外は認めませんって言ってるんです、ICRP ですから。それを日本政府は例外を認めて勝手に20ミリまで上げてるわけです、福島の人たち。で、実際にはこういった職業被曝や医療被曝っていろいろあります。で、しかし皆さんね、 ICRP っていうのはどんな組織かっていうとですね、単純に言えばこれ公的な権威のある、皆さんなんかすごい大きな機関だと思って大間違い。これはこの NPO の団体、何て言いますか、この会を仕掛けてる NPO の団体のようなもんなんです。民間の NPO 団体なんです。ただの民間の NPO 団体ということになると目的があるでしょ、団体の。それは原子力政策を進めるための嘘の物語を作るのが目的なんです。それでたくさんの原子力産業からたくさんのお金が入ってますから、寄付がすごい、ここら辺でちょっとちょこちょこ寄付集まる金額じゃないですからね、何十億っていう単位で原子力産業から入ってくる。それで世界中の御用学者を集めてホテルで会議を開いて、そして自分たちの都合のいい論文を集めて物語を作って報告書を出す。それが全ての国の国内法に取り入れられて教科書になって法律になってるから、国際的な原子力村のもう一員でしかない。こういう嘘の世界が実際にまかり通ってるわけです。ただ何ちゅうことないんだよ、本当にただの民間のね団体でしかないんだよ。公的な団体でも調査機関でも研究機関でもないんです、 ICRP は。だからたくさんの医学的な論文で低線量被害が出ても一切反論しません。できないんです彼ら、調査機関でもないから、研究者もいないから。御用学者のお偉い方が集まるただの会議をやってでっち上げた物語をでっち上げるだけの機関だからです。そういう人たちに内容的に支配されてるわけです。で、実際にこういった ICRP のものが今90年韓国でも産業員を100を250にするとですね、一般人1ミリをやったのが20ミリにすると、放射線管理区域は3ヶ月で 1.3 ミリ以上出しちゃいけないから、どうですか、1年間に直したら 5ミリシーベルトぐらいになります。ですから、この皆さん今福島の人は放射線管理区域内で生活してる。これはですね、医療法でもとか労働基準法ではそこで18歳未満の人働いちゃいけない。だから子供や妊婦がそこで働いちゃいけないんですよ。いちゃいけない。医療法そこで飲み食いしちゃいけないんですよ。国はこういうものを全部無視して法律違反してるんです。こういう異常な国です。法治国家、法治というのはほっとくの方ですよ。それから地方の地です。法治は奥じゃないです。地方の白地の地、地方の地、認知症の方がまだいいよね、法治よりも。こういう事態です。だから福島の人急に20倍放射線強くなったと見える。そんなことないよね。一番の最高、福島を再復興しましょうと、簡単ですよ。一番いい方法は国会を福島に持っていくことです。それが一番早いです、復興として。で、ところがね、 ICRP は確実的影響とか確定的な影響とかって変なことを言ってるけど、あんなもの便宜的にただ作ってるだけ、
いいですか。放射線っていうのは受けたら必ず体には何らかの影響があります。症状を出すかどうかは別問題。皆さん酒を飲んだらみんな少し多かれ少なかれあれでしょ、酔うでしょ、ね、それで強い人も弱い人もいる、ね、で放射線の確定的影響っていうのはね、みんな確定的影響でもある。ある人はこれ以上飲んだら死んじゃうから、急性アルコール中毒で死んじゃうから、それを確率的影響なんていうふうに言ったところで意味がない。例えばこれはですね、あれです、静脈がここにガンガンかき出す、とにかく腫瘍だけど骨で囲まれてるからどうしても取り残すから必ず放射線かけなきゃいけない、念のために。これを日本でたくさんやってる、まあ阪大なんかのとグループもともタイアップしてまとめたらですね、基本的にこういうふうに考えてください。放射線の障害ってのはですね、浴びたら必ず出てくるんだ。それが発症するかしないかは別。ね。でね、線量が少ない、多ければ早く出てきます。線量が多ければ早く出てくる。線量が少なければ遅く出てくる。線量が早ければ頻度が高くなる。障害が。頻度が少なくても、それは頻度は少ないっていう2つのファクターがあります。でそういうことをですね、今後きちっと見ていただきたい。だから今福島の甲状腺がどうのこうのかとか言ってます、皆さん。で、がんのナチュラルヒストリーっていう、今日配った紙に書いてますけど、がんのダブリングタイム、倍加時間とか、1センチっていうのは10億個の細胞ですからね、10億個の細胞になるためには30回分裂しなきゃいけない。その倍加時間とかがんのスピード、その分裂のするための期間、時間を考えたら1、2年でがんができるわけじゃないんです。だけど反原発の人たちはまたそれでガーッと言ってるわけですね、放射線のせいだ、あんなのほんと見識ない、医者から言うと。そうじゃない、これ出てくるのはこれからです。逆に1、2年でもし出た甲状腺が出たとしたらね、とんでもないスピードがんですから、それは絶対助かりません。ここだけ手術したって必ずどっかに転移して命取りになります。そのくらいの見識を持たなきゃ、医学的な知識を持ってやらないと恥かきます。で、実際にもう一つの大きな問題は内部被曝を隠してる。我々使ってる注射器は2万グレー、2万シーベルトの放射線を当てて滅菌してます。ここには放射線残ってません。昔は発芽を抑えるために芋にも放射線かけてました。これは放射線残ってるわけじゃない。外部被曝って一瞬突き抜けて終わりです。ところが内部被曝はこうやってしっかりと出てきて、これは長崎のプルトニウム爆弾を受けた人の検体ですね、標本から、ちゃんとこれは肺ですね、肺から出て、これは腎臓、これは骨、全部のプルトニウムのアルファ線が出て、ということなんです。これがずっと続くわけです、内部被曝。だから内部被曝の方がずっと深刻ですから隠さなきゃいけない。こう考えてください。今日は例え、外部被曝と内部被曝を例えると、外部被曝とは、薪ストーブからの暖を取る、寒かったら暖を取る、それが外部被曝です。ところが内部被曝っていうのは、その燃え盛った火の粉を口から飲むようなもの。どっち危険ですか。飲んだ方がその周辺だけの細胞はとんでもなく危険でしょ。こういう例えだったらみんな分かりやすいと思うね。それでこういった言ったように放射線の体系の中で気体としてしか考えてなかった ICRP の理論にとっては、この放射性微粒子っていうのは想定されてないから、去年の暮れにこういう教育テレビで E テレでこういう番組やりました。謎だったんです。だから ICRP にとっては放射性微粒子っていうのは初めてこれやったね。いろいろ釣ったもん出したけど NHK で放送するかどうか。だって今まで雇用学者から聞いたってこんなこと想定してないんだから、だから謎になっちゃうんです、今さら70年も経って。で実際にこの微粒子の場合はこういったサイズによって全く動態が違う。だからタバコの煙は1ミクロンぐらいです。肺胞に入っちゃいます。外には出ません、あんまり。で PM2.5 ぐらいから体の中に、体内に蓄積しだす。でもう一つはですね、さらに小さいものは消化管や肺胞から血中に入っていくと。ここが深刻なんです。ここが腸
期間の体内取り込み症候群の原因になるわけですね。それでもう一つ、皆さんね、こういう放射線っていうのは全てですね、加電されてるんです。E マイナスとか E プラスになってますでしょ。電気的に中性なのは中性子線だけです。中性子線だけです。全て例えば陽子線であっても E プラスになるし、ベータ線、電子線、ベータ線なんかは E マイナスです。こういったものでですね、加電されてるから、空気中に出た場合に必ずですね、安定なものとして何かとくっついて電子対として安定なものになるわけです。だからホコリでも何でもいいんです、空気中の。そういうものとくっつくわけです。それで浮遊してるわけです。ね、そういうものを我々は吸い込むわけだ。だから言っちゃえば微粒子になるわけです。で、例えば肺だったら、肺はこれ、タバコ吸う人真っ黒ですね、これ。だから、あるね。はい、タバコ飲みの肺はこうですよ。飲まなきゃこうです。これね、この黒いとこ全部ね、放射性微粒子だと考えてください。福島に住んでたら、将来的に。そうなると、そこで放射線がずっと 出続けるわけだから、肺栓症になって呼吸機能も悪くなるわけです。10年、20年経つと。肺活量も落ちるわけです。全部説明つくんです、実は。こういうことをきっと体内老化を考えたり。で、例えばこれ事故直後、福島県から逃げてきた人も、車のフィルターです。真っ黒。何ですか、これ。ここに放射線の光が当たってるわけじゃないでしょ。放射線を含んだ微粒子がフィルターに引っかかって真っ黒くなってるわけでしょ。東京だってこの北区はこのくらい出てますね。茨城県土浦はこのくらい。拾ってきた手袋にもこんだけある。ネズミを解剖すると臓器にこれだけ含まれてる。こういうことです。で、これは原因はですね、当時、筑波の気象研究所の足立浩二先生がですね、空気を集めてたり、PM2.5 なんかを測ると。そしたら、その中にきちっとセシウムが出てる。セシウムのホットパーティクルが出てる。これですね。で、このホットパーティクルは、微粒子が直径 2.6 ミクロンで、合わせて 6.5 ベクレルぐらい含んでる微粒子だっていうことが分かりました。これが謎の微粒子なんです。NHK 取り上げた。いいですか？で、こういうものをですね、水につけてみても全然形が変わりません。不溶性です。溶けない。それはそうだよね。なんかの水産物とか塩化物になってくっついてしまって小さな微粒子になってるわけだから、水に入れてもなかなか溶けない。セシウムだけ離れてくるわけじゃない。ですから拾ってきた軟物を測るとこういうふうに微粒子がたくさんくっついてる。これは2013年の南相馬市の小学校の前のところでダストサンプラーを置いといて、そこで収集した空気のフィルターを市会議員の方から送ってもらって調べたら、セシウムが、これ2013年の3月ですから、7月ですから、2年半経ってるんですよ、事故後。それでもこういった小学校の前の空気はこれだけセシウムのホットパーティクルが、セシウムの微粒子が飛んでるわけです。線量が高いか低いかということは、そうこういうものが多いか少ないかの問題です。大阪だって飛んでるんですよ、ここから少なかった。こういうものを我々は吸い込んでるわけです。1日大体50メートルの公式プールの容積ぐらい吸い込んでるわけです。1日ベンチレーションしてる。で、こういうものが空気中にあるわけだから、着てる繊維にも全部入ります。服にも。で、しかも洗っても水溶、不溶性ですから溶けない。それから小さいですから繊維の中にもう入り込んでる。だからこの洗ってもらっても T シャツから130ベクレルになるし、こういうとこで住んでますから髪の毛にも付着しますから、床屋さんで理髪店で髪を集めてアメリカに送ると110ベクレルぐらい出てる。こういう生活環境の中で我々が体の中にこういった放射性微粒子を取り込む生活を余儀なくされたということなんです。で、実際にじゃあこういう微粒子がですね、じゃあどうなのかというと、実際にはね、この金棒というのは、全く線量を測れないんですよ。そこではもう電子栄光が成り立ってないから、せいぜいね、線源から離れたところで5ミリぐらいのところしか測れないんです。ここのところはもう全く不正確です。
逆に言えばとんでもない量がここに当たってるんです。物理学で測れないくらい大変な量なんです。例えばゴミのところを 100% とすると 0.1mm のところ、千元と放射性物質と接しているところはですね、まあこれ普通の医療用の計算機でやっても1300倍ぐらいになりますね。距離にしたら50倍ですけども、50倍だから2500倍ぐらいになるかというと、それも分かんない。電子平衡が成り立ってないんだ、測れないんだ、そもそもチャンバーであまりにも近いところは。ところが実際そういうすごいとんでもない量が当たってることは、これ肩耐性ですからね、たった5ミリの間でこういうカーブで上がっていくわけですね。ですからとんでもない量が出てるわけです。だからこういう放射性微粒子のところに、まあ、体の細胞にくっついてたら、その細胞はとんでもなく当たるでしょう。だからまあ要素だってごちゃごちゃ言っててもですね、実際に要素のベータ線っていうのはたった2、3ミリしか飛ばないんですよ。ここだ。当たってる細胞はここだけなんだよ。このベータ線はここしか2、3ミリしか当たってません。せいぜい3ミリです、飛んでも。ということは、ここの細胞にだけたくさん当たってるんです。ということは、ここの細胞、たくさん当たった細胞ががん化したっておかしくないだろう。まあ、ほとんどロシアンルーレットの世界が、そういう点で。だからね、甲状腺の100ミリシーベル以下だったらね、がんはないって言ってるわけで、安田先生はね、事故後。だけど彼はその2009年に発表した内科の論文ではですね、10から120の間で発がんが起こるということを指定できませんって書いてる。事故起こったら急にこうなっちゃった。山下先生から騙した先生になっちゃった。そういうようなことをやってですね、だけど実際に調べてみると、もう半分以下はです、以上はですね、51% は100ミリ未満で発症してるんです、甲状腺が。ね、だから100ミリ以下だったら安全なんて、あれ、もう大嘘ですよ、あんなもん。騙した先生に騙されちゃいけない。だからこれはここのとんでもない量が当たってると、今回眼科したっておかしくないからです。だから例えばこういうデータもありますね、つい最近データ。これ何年ですか、1999年出た、イギリスの医学雑誌です。100ミリ以下でも、2000ミリシーベルト以上でも、変わらないでしょ、これ。過剰発がんのリスク。2.6 倍、1.9 倍、2.2 倍、2.3 倍、2.4 倍。みんな2倍ぐらいにはなってんだよ、みんな。線量が。低かろうが、高かろうが。だからこんなね、何ミリ以下でした、だから発がんはないなんていう福島の連中の言うこと自体が全く嘘だらけ。で、もう癌の話はいいでしょう。それで ICRP の整理しますと、リスク、モデルの問題は、基本的には、期待で、まあこれ読んでいただければいいね、きっと書いてると思うんですけどね。なかなか分かりやすく何とか説明しようと思って何枚かスライド作ったんですけど、アルファ線、ベータ線の線量分化全く考えられてない。そこだけしか当たってないってことを何で換算化するかって問題がありますね。で、とにかく、あとですね、カリウムと、セシウムは同じ放射線だからカリウム4000ベクレルぐらい浴びてんだから人体には影響ないんだったら、あれも全く大嘘です。全く違うのはイオンとして体にあるカリウムと人工核種っていうのはとんでもない大きい、そういうものから比べると。だからカリウムチャンネル、それから微粒子になってる。で、カリウムは普通は微粒子になってません、イオンです、カリウムイオンになってる。で、しかも計算してみると1年間に1発ぐらいしか細胞に当たってないカリウムの放射線が。で、こういう実験もたくさんございます、まあ、これははでカリウムチャンネルっていうね、こういう細胞膜のカリウムの出し入れ、細胞内液内と細胞外の出し入れのチャンネルを壊しちゃう、カリウムの出し入れ、それがセシウムがここにはまり込んでですね、カリウムの濃度を変えちゃうんで、いろんな問題が起こる、ぽっくり死が起こるという原因にもなります。で、皆さんチェルノブイリではたくさん出てるってことはご存知でしょう。本もたくさん出てますね。これは衆議院議員持ち帰ってきたこの人の論文ですね。彼らが読んでこれが一番報告書としてふさわしいというふうにして選んだんでしょう。自分たちが書いたわけじゃないです。基本的にはがんも増えてるし、いろんな全部の疾患が増えてます。精神疾患、いろんな、これはもういいでしょう。時間ないから飛ばしますよ。それで白内障も増えてる。それから慢性疾患がね、2割ぐらいしかいなかったのが8割に増えてると。長い間ね、これは先ほどの言った放射性同位元素の体内取り込み症候群によるものです。これはナノのレベルになったら血管の中に入って体中に回ると
ということによる症状です。で、それから線量照過の最大のごまかしはこういうことですね。放射線は外部被曝の場合は均等に当たると。内部被曝はそこだけにしか当たらないと。だけどもですね、こんな分布を考えないで、内部被曝も外部被曝もですね、あれです、線量が同じであれば、影響は同じっていうふうに取り決めてるんですよ、勝手に ICR っていうのは。こんなバカな話ないだろう、実際に。あと5分ですね。やめましょう。で、僕は実際にはこれセシウムを使った針を落ちてる。これ。これセシウムなんです。セシウム1ベクレル尿から出たら体の中では1ベクレルベータ線で浴びてるんですよ。だから体から1ベクレル出てたら体の中では倍の2ベクレル当たってると考えてください。まずベータ崩壊します。それでガンマ崩壊します。で、こういうことももう語られることはない。みんな隠されてる。で、実際にこれはフィルター、このセシウム芯を使って極膜でブツブツブツ刺す。焼かれてんの、ここだけでしょ、焼けて起こってんの。この線量をね、この放射線の量を、ICRP の理論は、頭から足の先まで全部均等に当たるっていうふうに考えて計算するんですよ。こんなバカな話ないでしょ。これはもう一つの例えを覚えておいて、目薬2、3滴は目に刺すから効果も副作用もあるんです。ところがその目薬2、3滴を口から飲まして、あなたの線量は2、3滴ですよって言ってるんですよ。こんなアホな話ないでしょう。内部被曝の計算の仕方がそういうインチキなんです。放射線実際に当たってるのここだけですからね。これ吸収されるとこういう跡形もなく治ります。ね？だから例えばこれが1ミリぐらいの細胞にしか当たってないとしたら、まあ1センチの塊が止まってるとしたら 0.78 ミリシーベルトです、換算すれば。これが 0.013 になっちゃうんですよ、皆さん。0.01 マイクロシーベルトになるんです、ICRP の計算だったら。こんなインチキない。ここがそうです、このばあさん、おばあちゃん。もう外科医ギブアップして私のところに来た。まあ外からかけてイリジウムっていう宣言を入れて2年後です。美白に治りましたけど、美白になってこうやって放射線のね、2年後の反応だってここにしか起こってないでしょ。放射線ってのは当たったところにしか影響ないんだよ。だから内部被曝だったら当たってる細胞の影響を考えなきゃいけないのに、なんで60兆個の細胞を全身換算して計算する、インチキするんですか。これでは全く、あれです。それとあと、そもそも内部被曝もそうだけど、外部被曝もインチキよ。もう僕持ってった線量計から見たら、だいたい4割減ってる、全部。モニタリングポスト、これ2台やったでしょ。1台はこれ、アルファ通信のもので、低く抑えろって言って政府が圧力かけたけど、拒否したから契約解除して潰れました、会社。で、日本の富士電機を入れて、これが全部4割低い。最低4割低い。実際には、だから今、福島の新聞の占領率は、だいたい倍だというふうに考えてください。そういう外部資格の嘘までついてですね、やってる。で、これ福島の郡山の駅前は 0.29 です。ここはチェルノブイリの立ち入り禁止区域より高いです。今。去年の3月行った時はこうです。0.23 でした。チェルノブイリの境界は。こういう高いところに今、福島の駅前で若者は踊ってる。これが今の現実です。そして、このモニタリングポストの数値自体もこういう形で 4割から5割低く抑えて発表している。これが今の日本のやってる現実です。5ミリ以上のところに行くと、いるとですね、これ1ミリ増えると 12% ずつ白血病が増えるっていうデータも2012年に発表されています。本来福島の人は少なくとも最低限みんなこんな格好しなくちゃいけないんです。今の空間線量に疲れると。場所によってはこういう格好しなくちゃいけない。皆さん防護服着て生活してますか？もう見識ないっていうか国もデタラメ。住んでる人も問題意識がなさすぎる。で、これから海洋汚染が深刻です。もういいです。時間がなくなりました。本来は、魚もこういう格好して泳いでなくちゃいけない。で、いずれにしても、セシウムはですね、セシウムも、1000倍になって帰ってきますよ。1000倍になって帰ってきます。生物濃縮して。海に1ベクレル入れたら、出たら、我々の口には1000倍になってくる。深刻ですよ。本当に深刻です。で、事故前と事故後はこれだけの倍、許容値。基準値ギリギリ食べるとしたらこれだけの倍のとんでもないものです。
で、まあいいでしょう。それからトリチウムをがっちり DNA に取り込まれます。トリチウムはエネルギー低いであったら嘘です。こんなもの人間の信号から言ったら1000倍のエネルギーです。セシウムよりは低いけど、ね、トリチウムはしっかりと DNA に取り込まれます。ですから深刻なんです。もういいでしょう。だから原発周辺の地域で事故が起こらなくても健康被害が出てるんです。ね、アメリカの原発の立地と乳がんの関係なんか見事に出てますね。はい、やめます。これはもう本を買って読んでください。あと、このおかしいことは終わります。で、基本的にはだけどね、今こうやって反対反対って言っても絶対ダメです。それは見解の通りですって一言で終わりますか。問題はですね、きちっとした ICRP の疑似科学、物語をですね、科学的にこれはおかしいっていうことをきちっと証明することによって、それを武器としてちゃんと解決しなければ変わらない。だから思想の考え方の違いだけでぶつけられやっててもダメ。我々の武器は科学的にきちっと解明するってことだろうというふうに思います。で、原発を犯して事故起こったら戦争負けても惨禍は残りますけども、原発事故は惨禍なしです。こういうことを冷静にやっぱり考えていただきたい。はい、終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大変限られた時間内で忙しくてしまいましたけれども、さまざまな問題で本当の話、真実の話をより分かりやすくお話をしていただきました。改めまして、西尾先生に大きな拍手でお礼を申し上げます。先ほど来お話の中にありました西尾先生のご本にありましては、ロビーの方で、お伺いということでございますので、どうぞお手に持っていただきたいなというふうに思います。なお、この後短時間ではございますけれども、質疑を兼ねまして、西尾先生と宇野紗友子さんを囲む会を1階の第1第2会議室で、行わさせていただきます。また中島哲生さんと囲む会は2階の第5第6会議室で行います。台湾のカレンさん、ジェネさんについては、ここ大木町公園の方で、座談会を行いたいというふうに考えております。午後の集会は12時40分からアピールスピーチ、それから、13時10分から本集会が大木町公園で行われます。よろしくお願いを申し上げたいと思います。それではこれで午前の部の企画を終了させていただきたいと思います。本当に長時間ありがとうございました。